回は江戸時代のお風呂事情について解説していくのじゃ。入浴は現代でも日常生活に欠かせない大切な行為の一つである。そもそも日本人はいつ頃から風呂に入る習慣ができたのだろうか。風呂の歴史は古く、6世紀頃仏教とともに中国から伝わったと言われている。仏教の教えに風呂に入ることは七病を除き七福が得られるというものがあり、寺院に浴堂が備えられるようになった。これは僧侶たちの体を清めるという意味も含まれ、やがて庶民も浴堂を使用するようになり、入浴の習慣が広がったと考えられている。江戸時代では入浴の文化が現代とは少し違っていた。まず水事情が大きく違っていたのである。江戸時代の水道は浄水とも呼ばれ、石や木で作られた水道管によって作られていた。水は浄水を通って最後には浄水井戸に運ばれていた。江戸時代の町人たちは井戸水を汲み上げ、飲料水や生活用水として使用していた。それでも井戸水には限りがあったので、周囲の人々に配慮して一人一人が水を無駄にしないように大切に使っていた。現代ではコンビニに行けば水が100円ほどで売っているが、江戸時代では水は大変高価なものだった。江戸時代の住居に風呂がついていることは少なかった。住居に風呂がついているのは身分が高い人々だけで、基本的に江戸時代の人々は湯屋、現代でいう銭湯に通っていた。また1813年頃の江戸市中には約600軒もの湯屋があったと言われている。江戸時代の庶民の多くが住んでいた住居が長屋と呼ばれる建物じゃ。長屋とは次の2つの条件を満たした建物のことじゃ。一つは括弧の玄関が直接外界に接していること。二つ目はその玄関を他の住居と共有していないことじゃ。現代で長屋を例えるとどんな建物になるの？考え方はいろいろあるが、一般的にはテラスハウスが長屋に近い構造をしていると言われているのじゃ。少し話がそれてしまったが、江戸時代の庶民のお風呂事情を解説していこう。現代ではお風呂は生活に欠かせない人がほとんどではないだろうか。時にはお風呂嫌いな人も存在するが、では江戸時代の人々の入浴頻度はどのくらいだったのであろうか。実は現代と同じで毎日入浴していたのである。博士、当時は水が高価なものだったんでしょ？毎日お風呂に入りに行ったら水不足になるんじゃないの？その心配はいらないのじゃ。江戸時代の風呂は蒸し風呂の一種である戸棚風呂という形式で、熱く焼いた小石の上に水をかけて湯気を出し、上半身を蒸らし、浴槽に膝の高さほどのお湯を入れ、下半身を浸す仕組みだった。そのため少量の水で風呂に入ることができたのである。現代で言うとサウナに近いね。一説では庶民が風呂に湯を張って入るようになったのは明治時代後期と言われているのじゃ。しかし別の説では江戸時代後期から湯を張っていたとも言われており、正確なことは現代でも分かっていないのじゃ。次に江戸時代の入浴料について解説していこう。江戸時代の入浴料は現代に換算すると大人が8文で子供が6文だったと言われている。比較の対象として江戸時代のそば麦一杯が約300円だったので、かなり低価格で入浴できたのである。また入浴する際には回数券も存在していた。回数券のことを当時はハガキと呼ばれており、最大で1ヶ月の回数券も存在していたと考えられている。ハガキの値段は現在では約2200円と言われているのじゃ。じゃあハガキを買う方が得なんだね。そこら辺は現在の回数券と変わりはないのじゃ。次に江戸時代の人々の入浴頻度について解説していこう。江戸時代の人々は1日に2回お風呂に入っていたと言われている。
中には大の風呂好きの人間もおり、1日に4から5回も入っていた人もいたのである。ではなぜ江戸の人々はここまでお風呂が好きであったのだろうか。その理由は諸説あるが、江戸時代の人々は砂ぼこりで汚れた体を洗い流すためにお風呂に通っていたと言われている。江戸時代は現代のようにアスファルトで道が舗装されておらず、偏西風の影響で砂ぼこりがよく舞っていたと考えられているのじゃ。その他にも江戸の町には外仕事を生業としている人が多かったので、汚れた体を洗う必要があったからと言われておる。特に明暦の大火後は建物の修復などに多くの人々が外で汗を流したからの。次に江戸時代の入浴事情について解説していこう。一般的には江戸時代は混浴だったと考えられている。ここで混浴の歴史について解説しておこう。まず混浴とは、一般的に一つの入浴施設に男女が入浴することを指す言葉じゃ。混浴の文化は日本だけではなく、ドイツをはじめ北欧、東欧諸国にて行われている風習じゃ。日本における混浴は初めから大きな湯船に男女が一緒に入浴するものではなかった。当初は天然の温泉が溜まってできた野湯に男女が入浴することで混浴となっていた。そのため当時の人々には男湯や女湯という概念はなく、混浴はごく自然に誕生した文化だったのである。しかし当初の混浴にはいくつかのルールがあった。そのルールとは、混浴する際には陰部を露出しない格好に努めることであった。当初の混浴は陰部を露出しないように腰巻きなどを使って陰部を隠していたと言われているのじゃ。しかし時代の流れとともにそのルールは衰退し、江戸時代以降はお互いが裸で混浴をしていたと言われているのじゃ。では江戸時代の混浴とはどのような内容だったのか解説していこう。江戸時代の混浴は諸説あるが、お互いが陰部を隠して入浴していたと考えられている。しかし一部の湯屋では入浴客相手に性的サービスも行う湯名がいたと言われている。湯名の始まりは諸説あるのじゃが、鎌倉時代と言われているのじゃ。江戸時代当初の湯名は性的な交渉を入浴客の男性にするのではなく、対象者に対しての赤すりや紙すきのサービスを行っていたと言われている。ここで重要なのは、江戸時代の湯名はあくまでも性的なサービスを行う人ではなかったのである。これが江戸時代の混浴事情だったのである。しかし江戸時代中期になると、湯名にお金を渡し性的なサービスを求める客が現れるようになった。こうした背景から湯名風呂が作られるようになったと言われている。この湯名風呂は一般的にトルコ風呂の原型であると言われている。一時期湯名風呂は江戸の男性から絶大な人気を誇ったが、1791年に松平定信が江戸の銭湯での男女混浴を禁止する男女混浴禁止令を出すなど、風紀の取り締まりの対象となった。松平定信が湯名風呂を取り締まった理由は他にもあるのじゃ。それは湯名風呂は基本的に2階建てで、2階には待合所のような場所があり、様々な犯罪の温床になっていたからじゃ。1791年に江戸の銭湯での男女混浴を禁止する男女混浴禁止令が出されたが、庶民は継続して混浴を利用し、湯名風呂も変わらずに営業を続けていたと言われている。1853年に来日したペリーの日本遠征記には挿絵付きで以下のように記されている。男も女も赤裸々な裸体を何とも思わず、互いに入り乱れて混浴しているのを見ると、この町の住民の道徳心に疑いを挟まざるを得ない。
他の東洋国民に比べて日本は道徳心がはるかに優れているが、性に対して積極的な人民である。やがて時代が明治になると、政府は欧米への体裁を気にし、混浴禁止令を出すことになった。この混浴禁止令には湯名風呂を取り締まる目的も含まれていたと言われている。禁止令が出されたことで都市部では取り締まりが強化されたが、根強い混浴の文化はすぐに改まることはなかった。混浴禁止令がなかなか改まらないことから、明治政府は繰り返し混浴禁止令を出したと言われているのじゃ。結局混浴と湯名風呂が完全になくなったのは明治末期になってからであった。それでもなお地方の温泉地などの多くでは混浴が当たり前であったと言われている。混浴禁止令が地方に浸透したのは昭和30年頃だったと考えられている。博士、混浴禁止令が出された後に湯名風呂はどうなったの？湯名風呂は名称を変えながら現在も存在しているのじゃ。現在ではソープランドと呼ばれており、地域によってはソープ街と呼ばれる場所も存在しているのじゃ。でもさ、法律的に大丈夫なの？まあ法律上は偶然にも男女が入浴施設で出会って意気投合することになっているので問題はないと思われるの。私たちが毎日行う入浴、普段何気ない生活行為だが、少し視点を変えてみるといろいろなことがわかるものである。